北野しおりのリアルドライズドラベイテ北野しおりです。隠して佐藤美久です。はい、いきなりねブルガリア語の丁寧なこんにちはから入りましたよね。どうしたのしおりちゃん。何最後のねは。いや丁寧だから最後にねをつけてみました。あーなるほどなるほど、はい、そうなの。ちょっと引いてますね。いやそんなことないよ、まあ、とにかくね私もまあ丁寧なね、はい、ブルガリア語の挨拶隠してから入らせていただきました、はいはい、ちなみに日本語に訳すとお元気ですかという意味だそうです。使いやすい、はい、初めて使いましたはい、なんかブルガリア語まだ記憶に残ってるのありますか。そうだな、もうなんかでも、はい、ご飯が欲しかったのはすごいし、やっぱなんだろう、いろんな方とコミュニケーションを、はい、あの1週間、はい、まあ、飛行機も合わせるけど、はい、いやなかなか本当にあのない人生でなかなかないことだなっていうのはすごく感じました。ちなみに覚えてるブルガリア語ありますか。ドバルデン、うん、あとドブロウトロとか、はい、ドビジュだねとか、はい、おー結構覚えてますね結構覚えてます。結構覚えてる。私が覚えてるの、うん、あの今すぐパッて出てくるの、うん、ポダラクなんかポダラクはこう、うんうん、あげるあげるみたいな、あこれあげるみたいな、ティッシュ配る時とかに言うような感じ、あのそのポダラクだけやったら覚えてます。ずっと言ってたわ。なんか語感すごい好きでポダラクって言いやすいよね。言いやすい言いやす い, い, やすい。これだけね、うん、ちょっと鮮明に覚えてます。確かにね、ドバルデンもなんとなく覚えてる、うん、ドバルデン。でも最初にブルガリア語なんか知ってるって言ったら多分私ポダラクって言うと思うなんかなかなかそう使う今後使う用事のないような言葉をね一番覚えてしまったという。もうそれこそブルガリアフェアでもなかなかねもう使わないですね。あげるよって使わないですね。こちらサイドが使う言葉じゃないなみたいな、うん、そうそうそう。まあ、でもね難しいですねブルガリア語。難しいですね。日本語も多分難しいとは思うんですけど。あやっぱね、うん、言葉ってね、そうやっぱね生まれた時からずっと親しんでるものだから異国の地の言葉はやっぱ難しいですよ、うんなかなか、うん、そうですね、はい、ではですね、まあ、さて、まあ、この、北野しおりのリアルドライはですね、コスプレイヤーでタレントでもある北野しおりちゃんと私女優の佐藤美久の2人がですね、コスプレやサブカルなどについてリアルにそしてドライにお話ししていく番組です。それではまず一つ目のコーナーは乙女ロードナウのコーナーよ。いや私このコーナーね地味に好きなんですよ。地味に好きなんだ。ありがとう。すごい楽しみにしてるこのコーナーはですね、はい、私佐藤美久がサブカルチャー特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードの毎月のトレンド動向などについて潜入し、その様子や編成について私の独断と偏見で、リポートしていくというコーナーです。ちなみに乙女ロードとはですね、東京池袋サンシャイン60の西側の通り一帯のにある、アニメなどサブカルグッズなどを販売しているお店が立ち並んでいる通りを総称して、乙女ロードというようです、はい。まあ、そんな乙女ロードの今月の動向を、ね、お話しさせていただければなと思います、はい。まずはですね、まあ、まずいつも通りですねゲーム系の作品の店舗に行かせていただきまして、はい、うわこれ増えたなと思ったのが、うん、あのソニックシリーズってわかりますか。わかんない。あのソニックってさ昔結構流行ってたなんかキツネ青いキツネ、あそう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 、がめっちゃ走るってやつあるじゃない、はい、それのシリーズがすごい今増えてて、はい、へー意外。そう可愛いじゃん結構、はい、あのキャラクターそれ見てうわ懐かしいなと思っちゃってやったことはないんだけど私は、はい、あれって流行るんだ。そうそうそうすごい置いてあって流行るって言い方もあれだけど、そうそうそうすごい置いてあって、はい、そうこれ人気の今も人気なあるんだなっていう、なんか馴染み深いキャラクターじゃないですか。そう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 ゲームセンターとか街中にはあってよくねそれ流行るんだ、うん、今みたいな。そう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 へーでへーと思いながら知らなかった。そうまたに増えてました。そして、スクエアエニックスはいさんですね、の、まあ、ファイナルファンタジーであったり、はい、キングダムハーツがですね、はい、もうあふれんばかりに増えておりましてまたワンコーナー増えるんじゃないかなと私は思ってます、はい、勢い止まるといううん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 だなって思ってます、はいはい。そしてですねあの以前あのまた新しく店舗増えますよっていう風に、はい、あのお伝えさせていただいたんですけど、はい、あのシネマ、うん、映画とか、はい、あのディズニーとか、はい、そのユニバーサル系のものが、まあ、あの新しい店舗ではまだ行けてないんですけれども、まあ旧店舗にあの行かせていただいたんですけど、はい、もう結構もう本当に品物がこうぎゅうぎゅうに詰められてもう本当に早く新しい店舗に行きたいっていう感じがそう特に本当ディズニーなんかは、はい、もうミッキーのその、その
シリーズがグワーッてなんかミッキー好きな人池袋に買い物来るイメージないから不思議ですね。そうなんですよ。あとはもうユニバーサル系の、はい、スパイダーマンとか、はい、そういうアベンジャーズとかそういうのがグワーッとこうあって、はい、すごくでも楽しいなと思いました。へえ、はい、なのでちょっとね新しいね店舗またね行かせていただいてまずそれもね、はい、リポートさせていただければなと思います。はい、はい、そしてですね、次に2階建ての店舗ですね、はい、まあ、1階が、歴史関連グッズそして2階が最新作から旧作、有名作家作品、従来10年の、名作グッズがある店舗ですね、はい、こちらはですね歴史関連グッズはそこまで変わってなかったかなっていう感じでございます。でその2階がですねまあ、サンリオが今すごい熱いのかな。へえ、ま、私の知ってるこうサンリオさんのやつってこう、はい、キティちゃんとか、うんうん、小さい子がこう喜ぶようなマイメロディーとかそう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 今なんかもうなんていう男の子のキャラとかすごいあ、ね、増えてるんでしょ。ありますね。それはびっくりしちゃって確かにあもう列ですごいなってていやでも流行る要素しかないじゃないですか女の子に対して、うん、まあ、あとはもうやっぱちっちゃい子大好きなプリキュア。あ最近結構大人のね、はい、私ぐらいのこう年齢でも好きな人結構いますから。好きな人多いです。そうそうそうプリキュアのコスプレする人も結構いたりする。あそうなんだ、はい、もうすごい増えてて老若男女すごいな。もう時代は変わってくんだなと思いました、思いますね、うん、そしてあとサイコパスのシリーズがすごいまあまた増えてましたね、はい、こちらも。そして、続いてがですね、まあ、スポーツ系アニメの店舗に行かせていただきまして、はい、弱虫ペダルなんかもすごい増えていて、はい、で一番増えてたなと思うのが稲妻イレブンって皆さんご存知ですかね、はい、結構昔から ある、はい、人気アニメですけれどもこれの、アレッスの天秤っていう、はい、シリーズがあるんですけど何個かシリーズ分けされてるんですけど、はい、その中でも一番このアレッスの天秤っていうのがめちゃくちゃもう今熱いみたいな一番多かったです。へー、はい、そうなんだ、はい、でそして、まあ、フリーっていう、まあ、水泳のね、はい、まあ、なってる、アニメですね、はい、こちらは結構レア商品が結構多かったようになってたかなと思いますのでぜひ皆さん行ってみてください、はい、そして私のね好きな、BL でございます、はい、ボーイズラブの、作品がある店舗なんですけれども、はい、なんとグッズがめっちゃ増えてて、はい、もう一列全部もうグッズっていう風に変わってて列ももうだから漫画っていうのも列が一個ずれるぐらい増えたっていうので、はい、もうちょっと嬉しかったですね。山の勢いって感じですね。そうそうですそうです、はい、なのでまたね次回また増えたらねまた見に行きたいと思いますし、はい、また借りたいなと思ってます。なんかもうマスターって感じですね詳しくてなんか、はい、ではまたね来月ね私もリポートさせていただければなと思います。はい、お願いします。以上、はい、以上乙女ロードナウのコーナーでした。くるくるコンテンツのコーナー、イエーイ、よー待ってました本当に、はいはい、さてこのコーナー、はい、くるくるコンテンツ略してくるコンはアニメや漫画やゲームの中でこれから流行が来そうなものもしくは現在急激に人気が出ているものを私に北野しおりの独断と偏見を交えながらご紹介いきたいと思います。はい、それでは今回ご紹介させていただくのはコールオブデューティーというゲームです。はい、みくちゃん知ってますか。ちょっと名前だけは名前だけ知ってますか。はい、アメリカのアクティビジョン社が開発し日本でも大人気のシューティングゲームです。はいはい、で FPS ファーストパーソンシューティングというジャンルで、はい、と操作するキャラクターを上から見下ろしたり、うん、横から見るわけじゃなくって、はいはい、プレイヤー自身がキャラクターの視点でゲームをプレイするためでも臨場感がありそれがこのジャンルの人気の要因の一つですね。はい、でいろいろなゲームモードがあって、うん、他のプレイヤーと一緒にコンピューター相手に戦うモード、うんうん、プレイヤーが5対5などにのチームに分かれて戦うモード、はいはいはい、10人以上のプレイヤーが集まり全員が敵として戦い優勝者を決めるモードなのがあります。うん、日本では2003年に初代コールオブデューティーがパソコン用のソフトとして開発され、はい、そこからいろいろなゲーム機に対応したシリーズが10作以上発売されています。あ、なるほど、ありがとうございます。はい、これあれだよね、なんか戦争のやつ、まあ、まあ戦争のやつって言ったら戦争のやつですね。うん、まあ、なんかちょっと戦争っていうとちょっと悪いイメージになっちゃうんですけど、うん、ね、どちらかというとチーム戦っていうか、うんうん、
スポーツに近い銃撃戦をメインとしたゲームっていう方かな。別になんかどことどこが戦争してるってわけでもない、はい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 、そういうことね。 でもさなんでこれがまあくるくるコンテンツなの。はい、 いやそうなんですよ、うんはいはい、これねなんか今までいろんな種類シリーズ出てたんですけど、はいはいはい、この間の先月25日に新しいのが出たんですね、はいはい、私まだやってないんですけど、あ、やってないんです。これまだやってないです。やってないのに紹介するんだ。いや、私がやってるのは、私が今一番やってるのは、うんうんうん、その先月の25日に出た新しいのじゃなくって、うんはいはいはい、モバイル版なんですよ。おー、はい、なるほど。で、11月に出たのは、うん、プレイステーション4のソフトなんですけど、はいはいはい、それとは別にスマホでできるやつが9月に出たんですね。すごい、はい、これ新作がこう出てるんだね。はい、そうなんです、まあ、それはちょっと確かにねこれから来そうな予感するね。こうスマホ でもできるっていうのもね。いやそうなんですよ、うんうん、なんかやっぱスマートフォンでできるって他今までやったことない人の敷居すごい低くなるからこれからもっと来るかなと思って、うんうんうん、でなんか前に紹介した鬼滅の刃も映画化したり、はいはい、舞台化が決まったりして、はいはい、すごい今流行ってるし、うん、これも来るかなって思います。はい、そうなんだ。はい、なんかでもこういう FPS 系のゲームって女性あんまりやらないと思うんですけど。確かに結構そう、ね、結構男性向けのゲームかなって思う。みくちゃんこういう FPS 系やったことありますか？いわゆるシューティング系でしょ。はい、あのバイオハザード、はい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 、バイオハザードはあのやらせていただいたことあるんですけど。そうなんだ。難しすぎて。難しいですよね。でもなんかコールオブデューティーモバイルの好きなところがあって、うん、はい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 、あの私プレイステーション4のコールオブデューティーすごい操作難しくて、はいはい、あのなんだろう、あの、うん、どこ打つか決めるの、標準、そうそうそう、うんうん、照準を合わせるのすごい苦手なんですよ、あのコントローラーでやるの、うんうん、でもなんか携帯版のモバイルのやつは、うんうん、あのすごい簡単にできるし、やりやすいんだ。私その PS4 の、うん、プレイステーション4のやつ、うん、本当に弱いんですよ。ゲーム音痴ってくらい弱いんですけ ど、 なるほど、モバイル版の中ではめっちゃ大活躍できるぐらい、できる。なるほど。私でもこのゲームで輝けるんだなみたいな。結構初心者の人はスマホから行った方がやっぱやりやすいかもしれない。そうですね。でも逆にまあ、なんか後々プレイステーション4のやつやりたい人は、うんうん、まあ、そっち先にやった方が、あのモバイルで慣れちゃうと、あー、いきなりめちゃくちゃ難しくなる。なるほどね。しかも照準を合わせるのモードが2つあって、はいはいはい、あのまあ、私簡単な方のモードでやってるんですけど、うんうんうん、難しい方のモードもあって、うんうんうん、まあ、それも個人のこう難易度っていうか、うんうんうん、上手さに合わせられる、照準の合わせ方も選べる。で勝つと嬉しいんですけど、まあまあまあ、まあ、当たり前に負けると悔しいじゃないですか。まあそうだね。しかもなんかこれ私がよくやるのが、うん、5対5の、はいはい、あのオンラインのチーム戦一番やるんですけど、はい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 、あのあこのゲームってレベルごとに同じ、うん、同じレベルぐらいの人が同じチームになるんですけど、レベルって、うん、あのゲームやればやるほど、うん、平等に上がってくんですよ。だから同じレベルの人で集まってても、うん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 、わこの人めちゃめちゃ強いって人もいれば、うんうん、わこの人3なんかもう全然殺してないけど何のためにゲームやってるんだろうぐらいの人も、いろんなレベルの人が集まるから、あの結構面白いです。自分だけめちゃめちゃ活躍することもあれば、ちょっと優越感というか、そうそうそう、あのみんな弱いなみたいな人のことちょっと見下しちゃうみたいな。あ、なるほど、ね、これオンラインゲームの悪いとこですね、うん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 、でもなんかこの人めちゃめちゃ強いし毎回この人に倒されるってこともあるし、そうで、なんかチーム戦かバトルロイヤルって言って、はいはい、まあ全員敵みたいな、はいはいはい、生き残った人が勝ちみたいなのあるんですけど、私はなんかこう殺した数、殺したって言葉使ってるか分かんないですけど、倒した数ね、はい、倒した数を積みたい、うん、もう自分が倒した数を見て、うん、フッてなりたいタイプなんで、私チーム戦の方が好きなんですね。なるほどなるほど。あのバトルロイヤル孤独に耐えられなくて、あ、一人でね戦ってみたいですからね、はい、そうそう、あのどこ見ても敵しかいないみたいなのがちょっと苦手で、ちょっと味方いるとね、そうだからチーム戦が好きなんですよ ね。 なるほどね、いろんな意味で。でなんかこれ、うん、オンラインだとチャットができて、うん、ほう、あのボイスチャット、はい、なんか同じチームの人に声ダダ漏れ、マイクオンにすると声ダダ漏れみたいなのができるんで、あ、なんかフレンド、うんうん、ゲーム同士のフレンドを、うんうんうん、その同じチームに呼ぶこともできるんで、うんうん、まあ、なんかお友達同士でカジュアルにおしゃべりしながらね、はいはいはい、やったりすると楽しいかもしれないです。なるほど、はい、ぜひ皆さんやってみてください。はい、
はい、私もちょっとスマホ版ね見てみようかな。そうやってみてください、ぜひ。なんか女性あんまりやってる人いないイメージなんですよ、ね、うん、まあ、今のところあんまりいないんですよ、うんうんうん、ユーザーネームパッと見でもあんまりいないんで、あ、まあ、ぜひみくちゃんも一緒にやってください、うん、はい、わかりました以上、はい、くるくるコンテンツのコーナーでした。ロードトゥーブルガリアのコーナーよっ、まだ続くます。はい、改めまして、はい、ただいま放送中の番組北野しおりのリアルドライ担当は北野しおりと佐藤美久がお送りしております、はい、でですね、はい、こんなお便りが届きましたので、はい、早速ご紹介させていただければなと思います。お、いきなりお願いします。はい、大変お世話になっております138学校のバウレンスカ・マリアです。お返事が遅くなりまして申し訳ございません。お元気でいらっしゃいますでしょうか。138学校の入学式にお越しいただきましたこと、日本語を勉強している生徒に貴重なお話をお聞かせていただきましたこと、改めて心から御礼申し上げます。皆様をお迎えできましたことは誠に幸いでした。プロデューサーの金田様の写真データ、佐藤様、北野様のプロフィール、ラジオ番組放送のリンクおよび YouTube 配信の情報を送りいただきありがとうございます。生徒たちと共有させていただきます。いろいろとお世話になり心より感謝申し上げます。またいつかお目にかかれますことを心よりお待ちしております。何卒よろしくお願いいたします。バウレンスカ・マリア。おお、ということで、これはるばる私たちが訪問した、はい、ブルガリアのね138学校。そうです、変わった名前ですね。そうです、お世話になった、そこでお世話になった先生にいただいたお世話なんですけど、マリア先生という方ですね。本当に日本語が上手な先生で、いや、すごい、ね、この手紙あれですよね。そうです、原文ですよね。マリア先生が日本語で、はい、書いて送ってくださった。そうなんです、手紙でございます。いや、なかなかこう敬語ですよ。いや、なんか私日本人だし日本でずっと育ってますけど、うん、こんな丁寧なお手紙書いたことないからびっくりしました。ですね、すごい日本語上手。日本人もなかなかね、敬語っていうのは使い分けがね難しいんですけど、いや、もうすごいですよ本当に。やっぱネイティブじゃなくてちゃんと勉強した人の日本語ってすごい美しくて綺麗ですね。確かにね、なんかすごい嬉しくなります。外国人の方がこうやって日本語をすごく勉強してくださってるっていうのがすごく嬉しいですし、いや、すごい、この文章を見ててもこの申し訳ございませんとか、だってブルガリア語で知ってる？知らない全く知らないでしょ？ね、私もわからないなんかでもブルガリア語英語って敬語の概念ないじゃないですか。そうだね、ブルガリア語に敬語の概念があるかどうか私は分かんないんですけど、こうやって日本語勉強してて、うん、敬語尊敬語丁寧語っていうのを、うん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 、きちんと使い分けてるのってすごい美しいなって思いますね。本当に、だってさ、誠に幸いでしたってさ言う、もう、いや、かっこいい。うん、でね、このね138学校のね、はい、まあ、思い出といいますか、はい、まあ、前の放送でもちょっとお話ししたかもしれないんですけれども、ね、まあ、入学式にね本当に参加させていただいて、はい、最後の方にね行かせていただいたんだよね、はい、でもう本当に全然日本と違うスタイルで、あ、そうですね、そう、こうなんていうか、普段だったら日本だったら運動会をやるような、もう校庭で、うん、こうみんながわーっと集まって、でクラスごとにね、そう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 、集まってましたね。で担任の先生にこう花束を渡す、はい、でこう教室に戻っていくっていうねシステムでね、でなんかもう小学校か高校までね、あ、そうそうそう、あるみたいで、そうで、ね、学校名もすごい138学校っていうことね、これなんかいろんな数字あるのかなっていう感じもするんですけど、でね、花束もね、なんかあげるよって言って、あ、そうそう、私たちも花束いただいちゃったんですよ、ね、しかもなんかすごい大きいバラ、そう、なんかこう棒がついてて、そうそう、添え木みたいなツイストってこうね、そう、ついてて、ね、一輪もらいました。そうそうそう、でもなんかあれですね、学校の作りはすごい日本の、うん、学校に似てません？なんて言うんだろう、なんかこうクラスごとにちゃんとこうね、分かれてて、で玄関があってみたいな、なんか学校の作り自体はバンコク共通なのかなってちょっと思っちゃったかもしれない。確かに、ね、なんだろう、なんか特に違和感なく、ね、うんうん、こう
校、私たち日本の学校で育ってるじゃないですか、うんうんうん、だからあのブルガリアのその小学校から高校まで集まってる大きい学校を見ても何にも違和感感じないぐらい、うんうん、そうそうそう、なんか学校だなって感じの、うまく言えないんですけど、うん、でもいいですよね、こう小さい子から大きい子までこうワイワイできるっていうのは、すごい、あの全年齢対象みたいな学校、うんうんうん、すごいなんか日本にはない文化、そうそう楽しそうというか、日本でもね一応あの幼稚園からこう大学まであるね、あの学校もありますけど、でも大体こう分かれてるじゃない、分かれてます、うん、でもそれがね一緒くたになってるっていうのはなんかちょっと体験してみたいなって、不思議ですよね。そうそうそう、なんか日本だとまあ中学上がるときに高校入るときって大体みんな受験して偏差値とかそのいろんな敷居がある中で学校選ぶじゃないですか、小学校から大学まで一緒、大学間違えました、小学校から高校まで一緒ってあんまそういう受験の制度とかないんですかね、なんかそこら辺もまだ気になるブルガリアの文化だなって思うんですけど、だから学校事情としてはなかなかこう日本とは全然こう違うスタイル。そうですね。で運動会とかどう、なんか楽しそうだよね。確かに。ちょっと想像したら楽しそうだよね。でも私これも日本と一緒だなって思ったのが、うん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 、教室に机が並んでて、あの教卓の真ん前に座ってる子ってあんまりやっぱいない。みんな教卓の前を弾きながら座ってるなみたいな。確かにね、でこれやっぱ日本もブルガリアも一緒なんだなってすごい思いました。そうだね、あこれ日本で見たことあるなあちょっと懐かしい気分にもね、そうなんか満席だったらまあみんな並んで座るんですけど、うんうんうん、やっぱあの机何個か空いてると、うんうん、みんなこう教卓のドセンターには座らないんだなみたいな、うん、見慣れた景色がそこにはありましたね。そうそうそうでこうね私たちもこう皆さんと話していく中でね、あの多分どまあ放送でも話したことあると思うんですけど、はい、こう泣いてくれることがね、あーすごいね、いたんだよね、文化交流って感じがしました。びっくりしちゃったのか分かんないんですけど、なんかね、申し訳ない動かしてしまったかみたいな、 なんかあの、アニベンチャーコミックコンに出てた私たちをあの知っててくださったみたいで、そう知っててくれてる子多かった、知ってた状態で私たちが学校に行かせていただいてすごくびっくりしてもうね泣いてくれたり、サプライズな感じでした、ね、なかなかね私がこう会いに行ってあの行かせていただいて泣いていただけるっていうのが、ね、人に泣かれる経験あんまりないから、ね、なんかすごい感動しましたね、心打たれたって感じ、そうそう私も泣きそうな逆にね、つられてる、つられてる、でも本当にこうみんな皆さん本当にあの日本語というか日本のあのことについてすごく好きなんだなっていうのが分かりましたし、なんか入り日本という分日本を知るきっかけっていうのが結構アニメがやっぱ多いんだなっていうのが、やっぱアニメってすごいんだなっていうのがあの分かりました。すごい、うん、なんか日本ってアニメってこううん、みんなが知ってる文化っていうよりも、うん、一部の人が熱中したりする文化だけど、うん、向こうではこうなんだろう、日本を知るきっかけ、きっかけ、うん、だからすごいなって、アニメの力っていうのもすごいですな、すごいなっていうのはすごい感じます、すごいですなってね、そうだからそのね日本の映画っていうのもねぜひね本当に知っていただけたらなっていうのも思いますし、そう私の出演させていただいた DVD もですねあのお渡しさせていただきましたのでぜひ、ね、喜んでましたね、そう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 、それがすごく嬉しかったので、ね、ぜひあの、まあ、日本語のね勉強の一つにしていただけたら非常に嬉しいかなと思います、はいはい、もう本当にマリア先生ね本当にありがとうございました、ありがとうございました、日本人の方の野手先生ですね本当にありがとうございました、ありがとうございました、貴重な機会を、はい、まあ、なかなかね行けることではないですので、はいはい、またねもうこう何か機会があればまたぜひ、よろしくお願いいたします、お願いします、本当にありがとうございました、以上ロード2ブルガリアのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングが近づいてまいりました、あらら北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。いやでもなんか私すごい、うん、まだブルガリアの要因なんとなく残ってるんですけど、そうなんだよね、なんだろう、こうやってブルガリアの先生日本語勉強してる方から、うん、実際にすごい丁寧なお手紙いただくと、ね、いただいてやっぱ心に残るっていうか、うん、その今回ブルガリアに行ったのはすごい長い計画、長く計画して、ね、長い道のりだったけど、うん、なんかすごいなんだろう、これここの学校に行くのを目的にブルガリアに行ったわけじゃないけど、うんうんうん、こうやってなんかこう実際に反応が返ってくるとすごい落ち着くというか、すごく思うもんね、締めじゃないけど、うんうんうん、こう一段落っていうか、うんうん、行った結果がこうやって返ってくるの嬉しいなって思います、うん、本当に本当に皆さんありがとうございました、ありがとうございました、はい、それではですねまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと
佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。今回も皆さんありがとうございました。